私の名前は松沢すみれ、共働きの主婦だ。仕事は在宅のものが多く、結構時間には融通が利く。だから家事も結構負担が多いが、そんなに苦痛ではない。夫のヨシアは通勤に2時間もかかってるからね、仕方ない。本当ごめん。いいのいいの、できる分だけやってくれればいいから。結婚して2年ほど経っているけど、まだ子供はいない、できたらいいねという感覚なので、特に焦ってもいなかった。そんな私には困ったことがある。ある日から急に無言電話がかかってくるようになったのだ。はーい、もしもし。もしもし。電話に出ると相手は何も言わない。何なんですか。切りますよ。いたずらかと思い切るも、また電話が鳴る。10秒ぐらい無言が続いて切るの繰り返し。それも必ず平日昼間のみ。私が仕事をしているのを分かってるみたいに。最初は数日に1回ぐらいだったからあまり気にしてなかったけど、すぐに1日に何度もかかってくるようになった。さすがに仕事に集中できず、夫に相談してみた。なんか気味悪いのよね。どこかに行った方がいいのかな。はそんなの出なきゃいいじゃん。大事な用事なら携帯にかかってくるだろ。特に気にしていない様子。お気楽だな。でもずっと家にいる私は気持ちが悪い。毎日のように夫にそれを訴えていたら、夫がそれを煩わしがるようになった。だからさ、気にしすぎだって。でもほっとけってば。普通なら家に不審な電話が何度もかかってきたら一緒に対策を考えてくれるものだと思うのに。ほっとけというだけで何もしてくれない夫に、もしかしてと疑念を抱くようになった。この人に何か関係があるんじゃないかと。ある時、いつものようにかかってきた電話に出て、やはり無言だったので思い切って聞いてみた。もしかして夫に用事ですか。え、あ、明らかに慌てたような気配。それからはもっと回数が増えた。切っても切っても繰り返しかかってくることもあって、ジャックを抜いていたこともあった。このままじゃノイローゼになりそう。警察に相談も考えたが、その頃には夫への不信感が大きくなっていた。何にもしてくれないのね。自分でどうにかするしか。ん？ちょうどポスティングで手にしたのは探偵会社のチラシ。これを見て決心をした。浮気調査を。すぐにその探偵会社に連絡。私の貯金から代金を払い動いてもらった。やっぱり調査の結果、浮気をしていた。私はどうしても許せず、もっともっと証拠を集めるようにお願いした。すると出るわ出るわ。相手の女性は夫が大学時代に付き合っていた人で、当時彼女に同時交際されてて別の男性と結婚した。夫は一度は振られていたのだ。浮気相手の名前はレナ。その後夫は私と知り合ったものの、婚約中に付き合いが再開。同時交際されていた男が今度は同時交際、つまり浮気していたことになる。怒りを通り越して呆れた。私はその証拠たちをもとに夫に離婚を切り出した。分かってると思うけど。ん？いや、これはあなたと相手にもきっちり慰謝料の請求をしますから。途端に真っ青になる夫。何度もすがってきたが、私は離婚の意思を変えるつもりはない。別居し、お互い弁護士を立て、調停、そして離婚裁判をすることになった。そこでまたバカみたいなことが明らかになった。レナは同時に2人の男と付き合っていた時、一流企業に内定した方を取り、夫を振ったらしかった。その男性と授かり婚に持ち込んだものの、結婚生活はうまくいかず2年ほどで離婚。子供は先方に親権を取られ、寂しくて夫に連絡してきたそう。寂しかっただけなんです。慰謝料なんて払えません、なんて弁護士の前で泣いたらしいけど。夫は当時婚約者の私がいたし、まずいとは思ったけど、つい誘いに乗ってしまったと。そしてずるずると今までの関係が続いた。私からいたずら電話のことを聞いた時に、すぐレナだと分かって別れ話を切り出そうとしたようだ。だが、子供ができたんだよ、責任取ってよ。あんな奥さんと別れて私と結婚して。そうじゃないと子供がかわいそうでしょ、などと迫った。うん、私たちにはまだ子供がいなかったから。それで夫は迷ったらしい。この流れを聞いて、もう夫の全てが嫌になった。子供はできたらいいね、そのうちとか言っといて。私の子じゃなくてもいいならそう言ってよね。違うんだ。何が違うのよ。もう戻る気はないから、いい加減諦めて反抗してよ。毎日のように言い続けた。夫は泣きながら土下座してたけど、どうせ慰謝料を払いたくないだけだろう。また不快なことはもう一つあった。調停員だ。40代ぐらいの女性の調停員が私に対してあまりにも理不尽なことを言い出したのだ。浮気相手とはいえ妊婦で気の毒ではあるのだし、今後の生活のことも考えて、そこまで慰謝料を要求しなくてもいいんじゃないですか。
は？みたいなことを言われた。私をわざと苛立たせよう、怒らせようとしてるのかとすら思った。弁護士さんからはあまり感情的に返さない方がいいと言われたけれど、こればかりは一言言ってしまった。調停員って倫理に背いたことをした者の味方になるんですか？いや、そういうわけではなくて。ではどういう意味ですか？妻がいることを知っててちょっかい出してきた女のこれからの生活を気遣ってやらなきゃいけないんですか？私が。あなたも浮気されたら同じことするんですよね？すみません。それ以降その調停員は黙り込んでしまった。弁護士さんによると、たまにああいう人はいるとのこと。私の思いが戻らないとやっと分かったのか、夫も諦めて離婚に応じてくれた。もちろんレナからも夫、いや元夫からも慰謝料はもらうことになってる。共通の友人だった人からの情報によると、レナと元夫は再婚はしなかったらしい。それも驚きの事実が、 DNA 鑑定をしたらお腹の子も夫の子じゃなかったという。違う、これはヨシア君の子だよ。私がそう思ったらそうなの。ふざけんなよ。お前、俺の他に付き合ってる奴がいるんだろ。元夫、懲りもせずまたまた同時交際されていたようだ。しかも今度は相手が既婚者。相手の奥さんにバレ、レナはまた慰謝料を請求されてしまった。レナが困ってるから助けてくれるよね？一緒に払ってくれるよね？嫌に決まってるだろ。私への慰謝料も払い終わっていないのに、元夫はのこのこ私が住んでいる家にまで来た。もちろんあげてない。インターホン越しに対応してやった。本当は話したくもなかったけど。いや、元気？何かご用ですか？俺、反省してるからさ、やり直そうよ。そんなに仲悪くなかっただろ。また元通り暮らそうよ。能天気ぶりにもうあれみさえ覚えた。どうしてあんなことをしておいて平気で顔を出せるんだろう。わかんないから平気で浮気とかするんだろうね。それでまたやり直したら浮気するの？するわけないじゃん。信じられるわけないじゃん。一度やった人のことをさ。反省してるって。言葉でならどうとでも言えるよ。私はもうあなたとは関わりたくないの。帰れと言ってるのに一向に帰ろうとしない。ぐずぐずし続けているので、私も堪忍袋の尾が切れた。あなたみたいに浮気して、妻が無言電話に不安がっていても無視して、自分を取り繕うばっかりの男と暮らしたくないって言ってんの。これ以上いるなら警察呼ぶよ。怒鳴り、警察と聞いてやっと元夫は去っていった。しかしそれだけでは終われなかった。なんと会社にも来るようになったのだ。お願いです、妻に会わせてくれればわかりますから、なんて言って。困ったね。全然帰らない。もう警察呼ぶね。すみません、お願いします。上司にも相談し、ついに警察も呼んだ。うわ、すみれを愛してるんだよ。なんで分かってくれないんだ。叫ばれ、本当に迷惑だった。警察に捕まる中、上司が元夫に向かってこう言い放った。いい加減にしなさい、迷惑してるでしょ。あ、なんだよてめえ。すみれさんの上司で婚約者です。え？そう、夫と別れてから1年、上司にいろいろ愚痴っているうちに付き合うようになってプロポーズされていたのだ。さすがに元夫は固まっていた。僕もすみれさんと結婚するんです。これ以上何かするようなら出るとこ出ますよ。ごめんなさい。ハキハキと怒鳴られ、夫は怯えたのか小さくなってパトカーに乗せられていった。その後夫は警察から厳重注意、被害届も考えると言ったらパッタリ来なくなった。どうやらレナとも会わなくなり、会社も警察沙汰になったことで辞めさせられ、今はバイトで食いつないでいるようだ。私への慰謝料があるから、ただただ生きるだけで精一杯みたい。辛い、あの頃に戻りたい。すみれ。レナの方も悲惨で、赤ちゃんは産んで施設に預ける羽目になり、慰謝料も重なり、ボロボロになるまで働いているんだとか。私もあちらの奥さんも傷つけたんだから反省してほしいものだ。私の方は上司と再婚、今回のことも分かってくれている。そしてなんと子供にも恵まれ、来年には生まれる予定だ。まさか無言電話からこんなことになるなんてね。これでよかったんだよ。もう忘れた方がいいよ。夫の言う通りだ。今は余計なことは考えず、夫と子供の幸せのことだけ思いながら暮らしていこう。